SNS は知らない人と簡単につながることができるというメリットがあります。しかし知らない人と交流することや実際に会うことには危険が伴う場合があります。カラオケで涼太さんに会うまでのひかるさんの行動には複数の問題がありました。ひかるさんの行動の問題点。 SNS で知り合った人を信じきってしまった。下の名前を教えてしまった。実際に会ってしまった。人目のつかない場所で会ってしまった。ひかるさんは SNS で知り合った人に自分の情報を伝えることや実際に会うことに不安を感じていました。どうしてひかるさんは涼太さんのことを信じてしまったのでしょうか。それは信じてしまう理由が複数あったからです。信じてしまった理由。趣味を通じて親近感を覚えたから。 SNS は場所の制約を超えて様々な人とやり取りができるため同じ趣味の人が集まりやすいという特徴があります。ひかるさんは涼太さんが同じアイドルを好きだったので親近感を覚えました。 SNS で相手のことを知った気持ちになったから。 SNS には相手の発信する情報を見たり相手とやり取りをすることで相手のことを知ることができるという特徴があります。しかしこれは逆に考えれば自分のことも相手には分かってしまう可能性があるということになります。SNS のやり取りで優しくしてくれたから。今回涼太さんはひかるさんに勉強を教えてくれたり限定グッズを譲る約束をしてくれたりしました。 SNS では実際に顔を合わせなくても親密なやり取りをすることができます。最初に会った時に優しくしてくれたから。1回目に会った時ひかるさんは涼太さんととても楽しい時間を過ごしました。だからこそ涼太さんのことを信じて2回目も会いに行ってしまったのです。SNS では会ったことのない人でもよく知っている人と感じやすくなります。 SNS で相手から会いたいと言われた時には注意が必要です。知らない人と出会うことで怖い目や被害に遭わないようにするためにはどのような特徴があったら怪しいと判断すればよいか、危険を予測する力を身につけることが重要です。どのようなことに気をつければよいか考えてみましょう。